こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。よろしくお願いします。はい、今回はですね、セビアさんの方に、買い物に行ってきましたので、久々に購入品動画を撮りました。はい、でね、ちょっとガサガサ音がうるさいので、もう袋からは出しておきましたので紹介したいと思います。セリアさん、はい、ですね、画面の方にちょっと順番で映しますね。ですね、新色の糸になるのかしらね。こちらの方が、バタフライという糸ですね。で、私が、今日見たセリアさんでは3色色があって、こちらの方の色が、カラーナンバーが1番ですね、こちらの方が、綿が75、アクリルが20、ポリエステルが 5% の糸になります。でね、すごい細い糸なんですけれども、使用棒針が2号から4号、使用かぎ針が2号から3号になっています。で、糸の長さなんですけれども、グラムの方が約20g で 91m になっています。でね、編んでいくとこう割と 黒っぽい、黒かな、紺かな、私には今ちょっと黒っぽく見えるんですけれども、全体的に細い黒い糸と、あとちょっとね、わかるかな、キラッキラってラメが、細いラメが入っているんですけれども、その中にも黒い糸、ラメの糸、あと白っぽいすごい細い糸も巻きつけてあって、でその中にグラデーションの糸がこう巻いてあるような感じっていうのかな、黒い糸が全体的にその糸の周りにこう巻きついてるような感じになってるんですけれども、その糸が色糸の方がね、グラデーションになっていて、こちらの一番の方は紫、なんて言ったらいいんだろう、紫と明るめな色の紫と、あとちょっと紺色寄りのちょっとナスみたいな感じの紫の色とか、あとはブルーですね、青い色と、あとはこの辺にも見えてると思うんですけど、グリーン、エメラルドグリーンみたいなグリーンの色が入ってますね。これね、この色で見るとわかるかな、ここで見るとわかりますかね、こういう感じで色糸の、色糸と、あとラメと、あと細い白い糸の上にこう黒い糸がこう絡めてある感じですかね、ぐるぐるぐるって巻いてあるような感じの糸になってます。なんだろうこれ、ちょっとなんか違うホワホワしたのがついてた、こんな感じですね。すごいなんか素敵な糸で、長さのコーンもね、あら、ここにもなんかついてる、なんかところどころこういうホワホワしたものがついてるようですが、買うとき気になんなかったけど、今端っこ出してみますね、抜けない、抜けない、すごいパンパンに入ってますねこれ、あ、そうでもなかった端っこがこう
かりますかね。何本か撮ってみると分かるかな。こういう感じの、この辺はちょっとグリーンっぽいような色が入っていて、この辺は色がちょっと変わってきて紫とかが出てきてますね。でね、全体的にこうラメも一緒にこう入っているので、そうですね、今ねこのラメの糸と細い白い糸っていうのがもしかしたら一緒の糸なのかなと思ったんですけど、やっぱり別の糸みたいですね。ちょっとここほどいてみようかな。ちょっとこのよりをね今戻してみてるんですけれども、端っこの方だけね、よいしょ、うん、やっぱり白糸は別であるんだ。白いのが取れない。これなかなかね、撚りを戻すっていう人もいないのかもしれないんですけど、ちょっとどんな感じかお見せしたくって。取れた。ちょっと本当に端っこのちょこっとしか今うまく取れなかったんですけど、これでわかるかな。これが白っぽい感じの糸です。でこれが、ここがラメの糸ですね。これが色糸って言った方ですね。それとあと別でこっちで見せた方が分かるかな。これが全体的な糸にぐるぐるって巻きついている黒い糸になりますね。でこれが全部合わさった状態で1本の糸になっています。こんな感じね。すごいすごい綺麗な、全体的にねこう色が入っていて、すごい綺麗な糸ですね。これ私今日初めて見たんですけれども、新しい糸じゃないでしょうかねと思って、ちょっとねすごい気になったのでこちらの方を購入してきました。でね、行った時には10玉ずつ糸の方があって、で3つずつにしようかと思ったんですけども、糸の方がね 91m1 玉であるので3つにしようと思ったんですけど、編んでて途中でもう売ってないってなったらちょっとね、似たような糸っていうのがなかなかないと思うので4玉ずつ購入してきました。でね、3色私が行ったお店ではあったんですけれども、1色の方はオレンジと、やっぱり黒糸がこう全体的に巻いてあったんですけれども、オレンジとなんか黄色がミックスしたような感じの色味だったので、その色はちょっと何を作っていいかちょっと自分の中ではちょっと難しいなと思ったので、ブルーと紫の入った方の糸と、あとこちらですね、もう一色の方がカラーナンバーが3番、色味としてはグリーンと、これなんて言ったらいいんだろう、ちょっとピンク系な色と、あとグリーンでも明るめのグリーンとか、あとこの辺はちょっと結構濃いめな感じの渋い感じのグリーンが入ってたりとか、あでもなんか黄緑色とかもありますね。こんな感じの、ちょっとあんまり引っ張り出せませんけど、こんな感じの明るめの黄緑とかも入ってますね。
あとこの辺見ると、こっちで見たらいいのかな、この辺で見るとこれもね同じ、カラーナンバー3番の色なんですけれども、あ、ここにも載ってますね。赤っぽいちょっとオレンジ寄りな赤っていうんですかね、こんな色も入ってますね。これもねすごい綺麗な、ちょっとね編んだら面白そうだなと思って、ちょっとこの2色を4玉ずつ購入してきました。これもね今後あの動画の方でね、ちょっとまだ何を作るかちゃんとは決めていないので、こちらもね作品にして動画の方で写していきたいと思いますね。バタフライね、すごい素敵な糸です。でもね細いので、これ1本で編むか、それとも何か別の糸と引き揃えて編むか、ちょっとその辺もね自分の手持ちの糸と相談しながら今後作品にねしたいと思っています。で糸の方はこちらですね、カラーナンバー3番の方のグリーン系の色ですね、と最初の方にご紹介したカラーナンバーが1番の方ですね、ブルーと紫系の糸、こちらを4玉ずつ購入してきました。あとですね、こちら、セリアさんのプラフレームキャンディーカラーってなってますね。こちら以前にもね、夏糸の方でちょっと大きめのガマ口を作ったんですけれども、もう人の手に渡ってしまってって言って動画の方でも紹介しているんですけど、ちょっともしかしたら動画の方がね順番がちょっと変わってるかもしれないんですけれども、ちょっとね私の姉の方に大きめのガマ口をプレゼントしたので、でもこの色がねどうしても自分でも好きなので、もう一つ作りたいなと思って、ちょっとね同じ糸とか同じ編み方ではないかもしれないんですけれども、この色のねガマ口の色がすごい素敵だったので、今日ねこれ一つだけあって、あとは赤とか黄色とかオレンジしか残ってなかったんですけれども、このね可愛い色が一つだけあったので、こちらの方も追加で購入してきました。はい、今回はこちらですね、2色の多分新しい糸だと思うんですけれども、こちらの糸とあとキャンディーカラーのプラスチックの口金のお買い物をしてきました。感じかな、ここでいっか、はい、今回はこんな感じの購入品動画になりました。今後ねこちらの糸を使って何か作品をね作っていきたいと思いますので、もしこの動画が良かったよと思われる方はチャンネル登録、コメント、高評価の方をよろしくお願いします。 Twitter の方も少しずつですけれどもやっておりますので、そちらもよかったら見てみてください。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ゆず猫でした。バイバーイ。